ボーイズ・イン・ザ・フッドは、1991年のアメリカ合衆国の映画。ジョン・シングルトン監督、脚本。ロサンゼルスのサウスセントラル地区に、トレという少年がいた。彼は朝、学校に行く時に死体を見つけるが、いつも通り学校に行く。しかし、トレは、学校で問題を起こし、そのせいで母親から、あなたとはもう無理。 パパのところに行ってと言い放たれ、父親のもとへ行くことになる。そこには、アメフト好きのリッキーとその兄のダウボーイがいた。父親はトレに対して少し厳しく、時に優しく当たり、順調な生活を送る。しかし、トレは、リッキーとダウボーイ、その悪友たちと出かけた時、途中で、リッキーのボールが、ギャングのメンバーに奪われる。した。 ダウボーイはボールを取り返そうとするが、軽くあしらわれ、ボールは取られてしまう。だが、一人のギャングがボールを仲間から奪い、トレに返す。そして、ダウボーイと悪友は、買い物に行くといい、トレはスーパーに行くリッキーと家に帰り、元軍人の父と釣りに行く。その後トレが家に帰ると、ダウボーイと悪友が捕まっており、リッキーによると物を盗んだらしい。数年後、 立派に成長し、服屋で働いているトレギャングになった、ダウボーイとその悪友、そして大学から、アメフトの推薦が来たリッキー。順調だと思っていた3人に現実が突きつけられる。カッコ内は日本語、吹き替えロッテントマトズでの評論家支持率は49件の、レビューで96%、平均点8.3、10となっている。 メトクリティックでの過重平均値は18件のレビューで73、100となった。ありがとうございます。